エイリアンウェアはアメリカのデルのコンピューターハードウェア市会社。同社の製品レンジはエイリアンをテーマにしたデザインで識別できるゲーミング専用コンピューター。エイリアンウェア社は1996年にネルソン・ゴンザレスとアレックス・ワギーラによって設立され、会社の発展にはフランク・アゾル、アーサー・ルイス、ジョー・バレルディ、マイケル・デルが関係している。本社は フロリダ州マイアミのザハンボックス。1996年、ネルソン・ゴンザレスとアレックス・ワギーラによって、マイアミの再開に設立された、エイリアンウェアは、デスクトップ、ノートブック、ワークステーション、および PC ゲームコンソールを組み立てを行っていた。従業員によると、エイリアンウェアという名前は、創設者が好きだった、テレビシリーズの X ファイルから選ばれた。これは、 エリア51、ハンガー18、オーロラなどの SF をテーマにした製品ラインの名前にも影響を与えた。1997年に名前をエイリアンウェアに変更している。デルは2002年からエイリアンウェア社の買収を検討したが、2006年3月22日にエイリアンウェアの買収が成立した。子会社としてデルの購買力。 経済権引力及びサプライチェーンの恩恵を受けながら、設計とマーケティングの管理を維持し、運用コストを削減した。当初、デルは競合する XPS ゲーミング PC ラインを維持し、多くの同様の仕様のコンピュータを販売していたため、エイリアンウェアの市場セグメント内での市場シェアを損なう可能性があった。2008年春の企業再編により、 XPS ブランドは縮小され、デスクトップラインは廃止され、XPS ノートブックのみが残された。ゲーミング PC の製品開発は、デルのゲーム部門と統合され、エイリアンウェアが、デルの最高のゲームブランドになった。2009年6月2日、M17X は、最初のエイリアンウェア、デルブランドのシステムとして導入された。この発表により、 エイリアンウェアのグローバルリーチは6カ国から35カ国に拡大し、17の異なる言語がサポートされた。エイリアンウェアは、ソニーのプレイステーション、ニンテンドーの Wii U、マイクロソフトの XBOX との競争を目指して、2014年から一連のビデオゲームコンソールをリリースすると発表した。このシリーズの最初のバージョンであるアルファは、Windows 8.1で実行していた。 オペレーティングシステムと PC ゲームをプレイする機能がアルファを第8世代のビデオゲームコンソールと区別している。2016年の E3 でエイリアンウェアは、アルファの2番目のレンディションであるアルファル2を発表した。R2 は第6世代のインテルプロセッサー、AMD の Radion RQM470X または NVIDIA の GForce 960グラフィックスカードの 選択およびエイリアンウェア独自のグラフィックスアンプリファイアをサポートする。また、Windows 10にも同梱されている。グラフィックスアンプリファイアを使用することにより、エイリアンウェアラップトップで、ほとんどのフルレングスデスクトップ GPU を搭載することが可能である。18インチ17インチ15インチエイリアンウェア M15。 X14 インチエイリアンウェア M14X13 インチ11.6インチ2012年エイリアンウェアはスモールホームファクターゲーミングラップトップへの消費者の関心が低下したため M11X モデルを廃止すると発表した。同社は引き続きラップトップレンジの残りのモデル向けに更新されたモデルを提供し続けた。 オーロラオーロラアルクスエリア -51 エリア -51 アルクス R1 エリア -51 スレトリッパーエディション X51 エイリアンウェアアルファーハットザヒストリーオブエイリアンウェアエイリアンウェアアレーナ2015年9月21日閲覧ヒルエイスースゲーミングマーケティングジーフビビアンリエンツィプレイスフランクアゾールアズ VP オブデルアンド エイリアンウェアゲーミング。ホットハードウェア。2020年5月30日閲覧。ダルバーグ、ナンシー、ゲームオン、ビデオゲーミングインダストリーグローイングインサウスフロリダ。 マイアミヘラルド、http コロンスラッシュスラッシュ www.miam iagrald.com スラッシュニューススラッシュビジネススラッシュビーゼットダッシュ m o n t a y スラッシュ a r t i c l e 1 9 6 3 8 2 1 h t m l 2 0 1 5年11月11日日閲覧チョコス、ミートエイリアンウェア、s ーコンソール。 エースティーム・マシン・ウィズ・アウト・スティーモス、ピーク・ワールド、二千十五年十一月四日閲覧。レザー、エイリアン・ウェア、ローンチズスリー、ニューゲーミング・ラップ・トップス、ホーブス、二千十五年十一月四日閲覧。バイフォード、エイリアン・ウェア、S ゲーミング・ラップ・トップス＆ x ック五十一。デスクトップ、ゲット、ファスター、スペックス＆エクストラ・フィーチャーズ。ザ・バージ、二千十五年十一月四日閲覧。 ペイン、ジョン、エイリアンウェア、ラックスアップゲーマーズ、アンドミリオンズ。USA Today, The Press. t ソ e シエテッドプレス、HTTPS, w w w ユジト t デイ a y c o m テック、ゲーミング、2006から03から13、エイリアンウェア XHTM2008 年5月27日、閲覧。グエン、デルバイズエイリアンウェア。d a i l y t e c h c o m 2015年11月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年11月4日閲覧。ハッチマン、イッツオフィシャル、デルビームスアップエイリアンウェア。ピークマグ、2015年11月4日閲覧。ラスク、デル XPS フェーズ、アウトシンプトマティックオブディクライニング、PC ゲーミングセクター。アルステヒニカ、2015年11月4日閲覧。 ショーン、レポート、デルアクシーズ XPS ラインインフェ a バーオブ、エイリアンウェアゲーミング PCS。デイリーテック、2014年3月14日、時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年11月4日閲覧。シェック、ジャスティン、デルトライズ2リバイブイッツゲーム PCS。ウォールストリートジャーナル、https、wwwwsj.com アーティクルズ、SB12K1063 兆4912億908万6661、もっとイコールググルヌズ WSJ ハット、デスクトップコンピューターズオールインワン PCS。デル、2015年11月4日閲覧。ハッチマン、エイリアンウェアプランズワールドワイドエクスパンション、レアフス、2。ピークマグ、2015年11月11日閲覧。 ブロークアウシーン、エイリアンウェア、S アルファーゲーミングコンソール、コアットイズイ。トムズハードウェア、2015年11月11日、閲覧。アッカーマン、ザ・エイリアンウェアアルファーイズ、APC、ザットシンクスライク、A ゲームコンソール。シーネット、2015年11月11日、閲覧。アッカーマン、A ビック・ブースト・フォー・ザ・パイント・サイズド、エイリアンウェアアルファー。 Cnet 2016年6月18日閲覧。Alien Wear Graphics Amplifier.del.com 2015年10月19日閲覧。Product Details Dell Alien Wear M18XR Sun Viking Barber Dell DK 2013年6月26日閲覧。SUG ANSHALE Alien Wear Shoots for the Moon ATCS 2019 ホーブス、2019年1月18日閲覧。NGO、アレン、エイリアンウェア M17R1's, ベアリーシックスマンツオールド、ゲッツ gets completely refreshed with even s i n e r エイリアンウェア M17R2。ノートブックチェック、2019年5月28日、閲覧。サグ、アンシャル、エイリアンウェアエリアマイナス -51 メートル。 A-Returns, PC Gaming Roots ATCES 2019 Forbes 2019年1月18日閲覧 AilionWare M17R4 Gaming Laptop with NVIDIA GeForce RTX30 シリーズグラフィックスデル USA Dell 2021年3月29日閲覧 AilionWare M17R4 レビュー トラステッドレビューズ二千二2021年5月1日閲覧スミスマットエイリアンウェア SM11X is no more ビガー is apparently better インガジェット2015年11月11日閲覧ピノラメラニーデルリフレッシュズエイリアンウェアラップトップラインディスコンティニューズ M11X ピークワールド2015年11月11日閲覧 ニューエイリアンウェアオーロラゲーミングデスクトップ。デル、2016年6月22日閲覧。バジー、バシュー、エイリアンウェアオーロラ R10 ライゼンエディションレビュー。ピークマグ、2020年8月20日閲覧。フリートマン、アンドリュー E、エイリアンウェア S エリア 51MR2、オーロラ R11、ゲーミングデスクトップアザーラップトップスゲット、アップグレーズ。トムズハードウェア。 2020年8月20日月欄 New Alienware Alpha d e 2016年6月20日月欄ありがとうございます。